子供たちはね、もう文字はもう教えなくても自ら覚えたいと、もう自分で見よう見まねで覚えていく。だけど幼稚園ではね、文字は教えないことになってますんで。文字の止めとか跳ねとか払いが、結局水晶室で書くと分かりやすいんですね。止まる感じ、そして払う感じ、この払う感じが言葉で説明するとだんだん力を抜いてとか言わなくちゃいけないんですけれども、こう自然とこう先が細くなったり薄くなったりするので、この払う感じがとても子どもたちに分からせやすいです。例えばこうカタカナ書いたりしても、この跳ねる感じとかこの払う感じが自然と力を抜いてできるという特質を持ってます。そしてこうやって時間が経つと、さっき書いてもこうやってだんだん乾いてきてしまいますので、子どもたちは多少失敗しても下手でも気にしないで、もう自由に練習できる。でもうちょっとこう鉛筆練習なので、こう小さく書かなくてもちょっと大きく書いてみたりとか、ね、いろいろ楽しみながら、学習できるんですね。でこれで力を抜く感じを身につけたら、今度は鉛筆に持ち替えて、そして鉛筆で、正しく文字を書けるようになるという、そんな効用があります。鉛筆だけで学習したクラス、それから水晶室を取り入れて書写の学習したクラスで、その定着度を調べたんですね。文字が最後止まってるかと跳ねてるか、それから払ってるかっていう、その区別がちゃんとできてるっていうのが定着ですね。そちらが高かった。であとその副次的な効果として、鉛筆の持ち方も改善している子が多かったと。その、比較するともう何割も高いという数字が出まして、小学校3年生から今度毛筆ありますので、やっぱり低学年のうちから穂先が柔らかい用具に慣れておくと、毛筆に移行した時にすんなりと入れるっていうのはあると思います。はい、これでしたらもう筆箱からパッと出してもうすぐ書けますので、そういう意味では汚れない。でしかも穂先が柔らかいから、止め跳ね払い等の身につける力を身につけやすいと、そういう便利な用具になってます。今まで小学校以上しか考えてきませんでした。幼稚園はまた別かなと思ってたんですけども、やっぱりね、先ほどお話のように小学校に入ってから、正しく持つのに強制するのすごく大変と、要は勝手に覚えてきちゃう。その勝手に覚えてくる前に何とかできないかな、いい方法がないかなと思ったのが、この水晶を取り入れる、っていうところと、あとまあね、こう体の動作というか踊りみたいなものを加えて、小学生になる前の、ね、就学前の幼稚園生が楽しんで覚える方法はないかなって考えた挙句、文字遊び体操っていうのをちょっと考えついたわけなんです。はい、文字遊び体操とこう学校までできちゃいましたね。1番2番は、体の運動をしようと、手と指と首の運動をしようということで、まあ準備運動というので歌詞はありません。ところが、まあ、そうやって作っていくうちに、ね、歌まで作っちゃおうというふうにこうなんか思ってきて、今度は右払いとか左払いとかを、体で表現する。そうすると幼稚園生は面白いことは大好きなんで、とにかく遊び大好きですから、勉強するっていうんじゃなくて、こう遊びながら、ね、右払いとか左払いとか体で動ける。それだってね、大きな小学校に入る前の天格のお勉強になると思うんです。ただただ練習っていうのではなくて、今回広瀬先生が考えていただいたような音楽に乗せて、こうテレビの運動をしたり、腕の運動をしたり、体の運動をしたり、
それからそれ文字につながるようなね動きのことをやるときっと子どもたちは楽しく、しかもそういう文字を書くのにふさわしい体の動きみたいのを自然と身につけられるんじゃないかなって、でそれでの広瀬先生の発想で今回の楽しい音楽ができたっていうところはあるんですね。あ、出た。滑り台の上に登り立ち止まる、ゆっくり左に左払う。滑り台の上に登り今度は右に、ゆっくり滑り立ち止まり、スーッと伸ばし右払い。専門外のものが作りましたけども、でもね、これはいけるかなとかねちょっと思いました。手書き、今もパソコンとか打つことばっかり主になってるから、手書きを大事にしてくれることを小さい時からそういう環境を増やすことによって将来は申しにもつながるのかなと思うんで、やっぱりね小さい子たちに、普及するのは大事だと思うんで、こんなの考えてみました。